はい。ということで皆さん、こんにちは。トン吉でございます。本日の動画は、Google のスマートフォン、Pixel 6ですね。こちらでございます。こちらの Pixel 6が僕の手元に届いて、大体ですね、1ヶ月ほど経過しましたので、今回改めて1ヶ月使った感想ということでお話ししていきたいと思います。こちらの Pixel 6に関する動画は、すでにね、おそらく5、6本ぐらいね、出してると思うので、いろんな細かな設定、おすすめ設定とかそのあたりに関しては過去の動画なんかもね、一緒に見ていただけると幸いでございます。今回の動画に関しては、細かな設定がどうかというお話ではなくて、本当に僕の一般的に日常使いで使ってみて、1ヶ月間使ってみて、どういうふうに感じたかとかっていうところについて、かなり主観が入ると思うんですけど、そのあたりについてお話しできればというふうに思っております。というふうな感じの動画になりますので、参考にしていただける部分があれば、参考にしていただくという感じでね、見ていただけると幸いです。そして、もしね、今後ですね、Pixel 6購入を検討されている方の参考になる部分なんかがあればいいなということで、今日はね、動画撮影していきたいと思います。ということで、本日の動画、行ってみましょう。はい、ということで、一番最初はですね、こちらの Pixel 6の概要ということで改めてお話ししていきたいと思います。こちらの Pixel 6は10月の28日に発売された Google のオリジナルのスマートフォンです。発売日28日ということなんですが、僕のところにはなぜか2日前の10月の26日に到着しております。その時開封動画も撮ってますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。この機種の特徴ですが、なんといっても Google の独自チップ、テンサーチップが搭載されていることが有名ですね。でメモリーは 8GB、それ以上 128GB、256GB が搭載されています。ディスプレイは 6.4 インチの有機 EL ディスプレイを採用しているので、非常に大きな画面でコントラストもくっきり、色合いも綺麗な感じのディスプレイが搭載されています。このカメラ部分も過去のピクセルに比べるとセンサーサイズが大きくなっているので光を取り入れる量が大きくなっていて暗所性能なんかもね非常に高くなっているのが特徴かなと思います。仕様としては以上なんですけど、そういうことを含めてですね、今回のピクセルシリーズは過去のピクセルシリーズと比べると性能は最大で 80% ぐらい向上しているということが言われています。それなのに消費電力は非常に下がっているということも言われていますね。そして今回は Google オリジナルのテンサーチップが載ったことで感覚周機能というのが飛躍的にこうね大幅アップしています。それによって音声のリアルタイム翻訳だったり消しゴムマジックっていうね、写真を撮った後に不要なものがあるとこを指でくるっとなぞってあげるだけでその部分を消去してくれるとかね、そういう機能も搭載されている機種になっています。そしてそんなモリモリのスマートフォンなんですけど、価格はこちらの無印のですね Google Pixel 6で Google ストアの公式価格が 74,800 円という風になっています。ハイエンドチップが搭載されたスマートフォンとしてはかなりコスパのいい分類に入るんじゃないかなと思います。ちなみにこの Google Pixel 6と同時発売されている Google Pixel 6 Pro との違いというのも気になる方がいらっしゃると思うんですが、大きな違いとしてはこんなところが挙げられます。こちらじゃん。特にという意味で言うと、こちらのディスプレイサイズが違う点、さらにはカメラ部分が無印2眼に対して Pro の方は3眼望遠カメラがついているというのが挙げられます。価格差的にはこの両者の差というのは約4万円になるんですけど、多くの方はね無印のこの Pixel 6の方で満足できる仕様にはなってるんじゃないかなというふうに感じています。ここから1ヶ月使ってみての感想ということでお話ししていきたいと思います。あくまでね僕は持ってるのは Pixel 6無印の方になりますので、こちらについてのお話になるということで理解してください。話としては良かった点と気になった点ということでそれぞれお話ししていきたいなというふうに思います。最初にですね、どんな内容があるのかというとこんな感じですね。こちらはい、ちょっとたくさんあるんで簡単めにいろいろ話していきたいなというところでございます。ではまず最初に良かった点からお話ししていきましょう。まず良かった点の一つ目ですね。一つ目はこちら、これ指紋認証が採用されたという点ですね。結構いろいろこれ話題になってますけど、この点についてです。これまでの Pixel は顔認証で認証を取る方式が多かったんですけど、今回の Pixel 6は、このコロナの状況下とかも含めて光学式の指紋認証というのを採用しています。僕はこれ特に大きさが大きいということもあってフィルムとかも使わずに使っている範疇でということになりますけど、僕個人としてはね、周りでいろんな方がレビューされているほど指紋認証の精度っていうのは悪くないのかなというふうに感じています。認証速度もねそれほど遅くないんじゃないかというふうに思っています。11月の中旬ぐらいに一度アップデートがありまして、それがあった後若干ですねこのセンサー部分から
指の位置がずれていたとしてもロックが解除できるようになってるんですね。前もそんなに気にならなかったけど、前よりもさらに認証率が良くなったかなという印象を受けてます。僕はね、あくまでフィルム使わずにやってみてそんな感じなんで、もしかするとフィルムを使ってる人だとちょっとね違う感想を持たれている人もいるかもしれません。はい、二つ目の良かった点です。二つ目は、こちらのディスプレイがね、大画面の有機EL を採用してて、視認性が高くなったっていう点ですね。これまで僕は Google の Pixel 4を約2年間ほど使っていました。画面サイズ的にはかなりね、今回大きくなったんですけど、このね、特に画面の中に表示される領域っていうのも結構大きいし、比較的大きく文字も表示されるので、かなり日常をちょっとした調べ物とかする時の利便性というのが向上しました。僕個人としては割と情報量としてはたくさん取り入れたくて、その中で気になるのをこうね、拡大しながら見ていくっていうやり方をよく取るんですけど、非常にそういう使い方に適してるなといった機種になってると思いました。この 6.4 インチで許容できる人、できない人っているかもしれないんですけど、個人的にはね、それぐらいリーダーとしても優れたものになってるのかなという感じを受けています。はい。そして3つ目ですね。3つ目、良かった点というかなんですけど、実はこのレンズカバー部分、実はちょっと役に立つなっていう思い始めてきてるよっていうことですね。僕特にはこれ、ケースとかつけずに剥き出しで使うんですが、この部分が実はね、こう、片手持ちしている時とかに、特にバンカーリングとかなしの場合ね、こうやって指引っ掛け部分になるので、ここでね、支えることができるんですよね。ここはね。これって実は地味に便利で、ここがあることで、ちょっと落としにくくなるというか、そんな感じがあるなと思いました。で、デザイン的にどうなのっていう話を受けましたけど、僕個人としてはね、右端、左端だけにレンズがあるデザインも悪くないと思うんですけど、このデザインもね、結構好きだなって、ここ最近は思っているところです。この辺は好き嫌いによるかもしれませんけどね。はい。そして4つ目ですね。機能性についてなんですけど、機能性、特にこう、僕なんかはブラウザーなんかを見ることが多いんですけど、このね、機動力というかは、もう非常にいいです。数日使って感じたこととかっていう話もしてますけど、もうその時と印象は全く変わってないです。押すとサク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 起動するし、どんどんね、ページも行くしというところで、非常にですね、快適と言っていいと思います。初めてこの Google のテンサーチップが載ったことで、性能面どうなんだろうっていうふうに心配されている方もいたんですけど、ブラウザーとか日常的に使うことに関しては特段困ることはないと思います。いわゆるハイエンド機と言われているものと、体感的なところで大きな差っていうのはほとんどないんじゃないかなと思います。Google のテンサーチップ、わりかし良かったよという話ですね。良かったよって単純に言ってしまってもあれなんですけど、僕は特に感じているのは、今回こちらの端末価格が 64,800円、65,000円弱で買える価格帯で、さらに初期に購入された方はストアクレジットが最大 16,000円もらえてるんですよ。そうするとこちらの実質価格というのは6万円以下、5万円台で買える機種っていうことになります。そう考えると5万円台でこのスペック、この大画面、有機EL ディスプレイ、 5G 搭載とかいろんなことを考えるとコスパはめちゃめちゃいいんじゃないかなというふうに感じてます。ちょっとね、今のそのキャンペーンが終わってしまって実質価格的には高くなってますけど、他のハイエンド機と比べても引きを取らないぐらいの、コスパはあるんじゃないかというふうに考えてます。特にこちらの Pixel 6 は Google のオリジナルのスマートフォンということもあって、 OS のアップデートは発売から3年間の保証、さらにセキュリティアップデートは最大5年間されるということなので、他の Android 機と比べても長期間使える機種になっていて、コスパ的にはね、この点からも優れていると言っていいと思います。はい。そして次ですね、買ってよかった点の5つ目になろうかと思います。5つ目はね、こちらカメラ機能が非常に楽しいということですね。はい。もうね、ピクセルといえばカメラ機能だと思うんですけど、僕はもともと使ってたピクセル4のカメラ機能もかなり気に入って使ってました。なんですけど、ピクセル6に変えてから、さらにこのカメラを撮るのが楽しくなっています。先ほどお話ししたみたいにセンサーサイズがね、ここに載ってる実際にその光を通過する部分のサイズが大きくなっていることで、朝方とか夕方に散歩している時に撮影する写真とか、もしくはね、室内で動物を飼われている方、犬とか猫とかをね、室内でも気兼ねなくバシャって撮っても非常にね、綺麗に撮れるっていうのがこちらの機種かなと思いました。もう何撮ってもかなり綺麗に映るので、もうあちこちね、こうやって撮りまくってるという感じですね。めっちゃ楽しいです。今回こちらの機種は価格を抑える代わりに望遠レンズが搭載されていないんですけど、それでもね、超高解像度ズームっていうのが採用されているので、 Google が力を入れている AI 機能を使って
して静止画をね、より高解像度に置き換えるなんてこともしてくれるので、実際の望遠カメラと比べると若干落ちますけど、それでも非常に綺麗に映るんじゃないかなと思います。普通の方が、ちょっとした望遠で使いたいぐらいであれば十分な用途があるのかなというところです。プロの方とかね、もうちょっとでも高解像度で本当に近いものを映したいという方は、そういう方は Pixel 6 Pro とか iPhone とか望遠レンズが付いているものを選んでいただいた方がいいとは思います。とりあえずね、普段持ってて、なんかちょっとしたメモとか、ちょっと残したい写真としても十分なカメラ性能は持ってるかなというところです。消し込むマジックとかっていうのもかなり話題になりましたけど、僕自身はね、実はあの機能はその後あんまり使ってません。あるからたまに使うかなぐらいな、そんな感じですね。一つの楽しい機能ではあります。静止画の話しましたけど、動画機能も十分で手ブレ補正も強いし、日常的に、例えば YouTube やりたい方なんかでも、とりあえず入門機としてはもう十分以上のカメラ性能になってるのかなという気はしてます。最近流行りのミラーレスカメラとかだとピントが合わないことっていうのがね割とあるんですけど、スマートフォンの方だと自動的にね、AI とかが解析してくれて、どこにフォーカスを合わせるべきなのかとかね、いろんな点にフォーカスを合わせてくれてるので、後処理とかで調整したりすることも可能かなと思います。そういう方にも非常に向いていると思いました。はい。そして良かった点の6つ目です。6つ目は、こちらのバッテリー性能です。本体がかなり大きくなったということもあって、今回からバッテリー容量が 4680mAh ということで、僕がもともと使ってた Pixel 4から比べると 1.5 倍以上になってるんですね。なので、僕の日常的な使い勝手としては、めちゃめちゃバッテリーの持ちが良くなったというふうに感じてます。今回、Google のテンサーチップが搭載されたというのも、どうもこの辺も機能しているようで、バッテリー持ちっていうのはね、結構いいかなという気がしてます。ここ最近の僕のこのスマートフォンの使い方とか使用頻度っていうのはね、正直ちょっと下がってきてはいるんですけど、そういう感じではありつつ、1日の中でね、言っても 1,2 時間ぐらいは必ず使ってて、常に通知は受けられるような状態にしてるんですけど、お風呂に入る時間帯に 30W ぐらいの充電器で充電しておくと、だいたい翌日また同じように使えるという感じですね。ほぼほぼだから日中にちょっとデータを取り込んだりするためにパソコンに接続して充電しておくとか、ちょっとした合間に充電しておくとかっていう形で運用しておくと、使用頻度の低い方であればそんなにがっつり充電する時間とかいうのも設けなくてもいいぐらいなのかなというふうに感じてます。こちらが僕が昨日使ってたスマートフォンのバッテリーのこの推移なんですけど、日中ちょっとねパソコンに接続する用事があってそのまま忘れてたんですけど、その後のね傾き具合見ていただくとあんまり下がってないと思うんですよね。でお風呂に入ってる時間帯に一回充電してまた上がってますけど、その後寝てる間もほとんど下がってなくて、ブラウザを見たりとかちょっとゲームをしたりするぐらいであれば全然バッテリーは気にしなくてもいいかなというぐらいです。この辺もね使い方によってかなり意見が分かれるところなんですけど、僕の今の使用頻度結構低めの使用頻度であれば全然バッテリーは問題ないレベルかなというふうに感じてます。ここまでがですね良かった点ということでお話しさせていただきました。はい、ということで、ここから気になった点っていうのでお話ししていきたいと思います。まず一つ目はですね、サイズです。はい。これご覧の通り、スマートフォンとしてはかなり大きい分類に入ると思います。僕もね、こんなめちゃめちゃ手がちっちゃい方ではないんですけど、こうグッと握ってもね、上から下まで指は当然届かないし、ということで、片手使いというのには持て余しているような状況です。うまくこの辺に指をかけてこうやったりとかっていうのはしてますけど、それでも大きいかなというところです。そして重さがね、200g を超えてるので、もう特に小型のスマートフォンを使ってから、こちらの Pixel 6への移行された方っていうのはかなり重たく感じると思います。僕1ヶ月ほど使ってますけど、また正直ね重さには慣れてないかな、振り回しが大変かなというところですね。これはもうちょっと使用していくと慣れるかもしれないし、あとはね当然グリップの効くケースをつけたりとか、バンカーリングとかポップソケットとかね、こう引っかかりをつけることで持ちやすくなったりすると思うので、ケースつけてもいいよとか、そういうのを背面つけてもいいよという方はそういうのをつけた方がおすすめかもしれません。僕は自分で作ったこのスリーブケースにもう普段からこう入れて持ち歩いて、使うときはこう裸で使う運用を継続しています。はい。そしたら気になる点の二つ目です。気になる点二つ目。これ、ディスプレイの性能ですね。過去にちょっと使ってみての感想ってところにもアップしたんですけど、これね、ディスプレイが若干こう角度を変えると青白く光るというのがすごく気になります。これまで使ってた Pixel 4とかっていうのは特にこういう現象がなかったので、特にね、それは気になっていますね。特に夜間、薄暗くなった後とか部屋が暗い中で使ってる時に少しこう揺すったりとか、あとは電車バスなんかで揺られてる時にこうね微妙にこうずれた時にその青光りする光が目に入って
て見にくいなーなんていうことがちらちらあります。この辺はですね、Pixel 6 Pro の方は量販店なんかで確認するとなさそうな感じなので、このディスプレイのね、好き嫌いって意味で Pixel 6 Pro を買うというのも一つ方法なのかなーなんていうのも感じたりしてます。はい。そして気になったのは3つ目です。3つ目はこちらのレンズカバー。ここにめちゃめちゃ埃が溜まるんですね。今見えるかわからないんですけど、ここにすごい埃が溜まります。ケースに入れてたりしてるのに埃が溜まります。どうも静電気でね、埃を寄せちゃうみたいです。細かく掃除するんですけど、またすぐについちゃうっていうので、特にこちらカメラレンズ部分黒色なんでね、白い埃なんかが目立っちゃうという点はあるかなと感じました。些細な点ではあるんですけど、一つ気になった点としてお話ししてます。はい、そして四つ目ですね。四つ目はこちら、音量です。これまで僕は Pixel 4を使ってましたけど、Pixel 4で YouTube を見るときって大体ね、この音量はこの辺、下の方にあるところで聞けてたんですけど、この Pixel 6になってからは音量をね、これぐらいまで上げないと、実は何を喋ってるかっていう認識がしづらいなっていうのが気になってます。こちらの Pixel 6っていうのは上にも下にもスピーカーがついてて、ステレオスピーカーにはなってるんですけど、どうもですね、立体的な音になっていて、人が喋っている声とか、そういうものに関しては若干ね、聞き取りにくくなってるのかなという印象があります。なので、YouTube だったり、Podcast だったり、特に人が話してるような声を主に聞かれるっていう方は、このボリュームをね、毎回聞くたびに上げて、普段はね、そんな大きな音立てる必要ない人は下げなきゃいけないっていうので、こう上げたり下げたりっていうのが手間になります。まあ、おすすめとしては、そういう動画視聴とかするときには、ワイヤレスイヤホンなんかをつないで見ていただくっていう形になるのかなと思います。ちょっとその辺も手間になるのでね、この辺は、ちょっとこの Pixel 6、ステレオでいいんだけど、気になるポイントかなというふうに感じてます。おそらくね、人の声じゃなくて、楽器演奏とか、複数の音が重なっているとか、そういうものを対象に聞いている人からすると、印象はまたちょっと違う可能性はあります。はい。じゃあ気になる点の5つ目です。で、5つ目は、このね、画面のタッチ感度がちょっと悪いなという点があります。もうちょっと具体的に言うとですね、こういうブラウザーのちょっと小さいね、こういう3本線とかを触ろうとすると、今うまくいきましたね。こういう小さなね、特に広告とか、多いんですけど、小さく上にバツ印がついてて、こう消してあげたい時とか、こう指でタップしてもね、うまく触れなくて、広告が表示されてしまうとかいうことがね、多発してます。こういうスクロールとか、この点ではですね、こういう点ではほとんど不満を感じることはないんですけど、細かな点をこうタップしようとした時の精度っていうのはね、なんかちょっと低いような印象があります。ちなみに、こちらのタップのタッチ感度を上げたり下げたりっていうのも当然試してみてるんですけど、どちらにしてもね、あまり大きな差はないのかなというところですね。このあたりはもしかしたら今後アップデートとかで改善されてくるかもしれませんけど、地味に僕が普段ストレスに感じている内容の一つでございます。はい。そして気になる点の6つ目ですね。6つ目は電話に関してです。電話のこのスピーカー、この位置がちょっと微妙かもしれないねという点です。実際ですね、ここにスピーカーが存在するので、通話するときっていうのはね、こういう感じで当てると一番よく聞こえるんですね。ディスプレイの中にスピーカーが埋め込まれているタイプから、このこちらのギリギリのところに切り替わったとき、一番最初の頃はね、かなりちょっと使いにくいなと思いました。相手の声が聞こえにくかった。だんだんね、慣れることで普通に使えるようにはなるんですけど、このギリギリにあることで、こう耳に当ててもね、結構音漏れがするかなというのが、僕の気になった点です。最近はね、あまりこうやって当てて電話する方っていうのも少ないのかもしれませんけど、機密性の高い話なんかをする方とか、電車の中でお話しする方はワイヤレスイヤホンとかそういうのを使って通話をされた方がまだ音漏れは少ないかなといった印象です。次は気になった点の7つ目です。7つ目は特定のゲーム、具体的にはね、僕がやってるパワープロなんかの挙動がね、まだ1ヶ月経ってもまだね、動作が不安定というか、操作性に難があるといった感じになっているという点です。パワープロっていうと、野球ゲームでタイミング合わせてね、こうバットを振ったり投げたりするゲームなんで、ご存知の方多いと思うんですけど、こうタイミング合わせて、こうパッと離そうとした瞬間に画面がフリーズしたりとか、ロックされたりするような現象が起こってます。こちらはちょっとずつ、ゲーム側のアップデートがあるたびに、動きが良くなったような傾向はあるんですけど、僕が前使ってた Pixel 4の時の挙動と比べると、かなりね、ストレスを感じる挙動のままなんですね。まあこれ僕だけかなと思ったんですけど、他の方で特にそのスポーツゲーム関係をやってる方がちょこちょこフリーズしたりとか、うまくタイミングを合わせたりするゲームがうまくいかないとかっていうコメントをいただいたりもしていて、このあたりはですね、時間が経過してソフト側がこのテンサーのチップに対応してくれるのを待つしかないのかなというところですね。一部の RPG とかシューティングゲームとかでは全然問題ないというようなレビューを出されている方もいますので、このあたりはお使いのゲームが最適化されているかされていないかっていうと
ところで差はあるんだとは思います。早くテンサーチップへの最適化っていうのがどんどん進んでいくといいかなというところですね。はい、そして気になる点の8個目ですね。これ直接この使用面という話ではないんですけど、最近総務省の方から発表された Pixel 6の技的不適合等に該当する機種になってしまったという点ですね。これ具体的に何かというと、デュアルSIM運用をした際にデータSIMの方から緊急通報ができないということなんですね。同じような話題としては、最近 iPhone 13 とか iPhone 12 とかそのシリーズも同じ内容で指摘がされてるんですけど、特定の条件ではあるんですが、技的不適合等と、もう完全に不適合ではなくて不適合等っていうことでちょっと濁されているような状況で今気になるかなというところです。一応 Google としては近日中にソフトウェアアップデートでこれ改善しますよってことも言ってるので、まもなく改善はされると思うんですけど、使ってる側として早めに解消してほしいなというところではあります。はい、というのがね、良かった点、そして気になった点ということでお話しさせていただきました。ちょっと話が変わりますが、発売早々 Google ストアでこの Pixel 6を購入した場合には、 Google ストアで使えるストアクレジットというのが11月の初旬までの購入を対象に最大1万1000円分のストアクレジットがもらえるというのと、さらには分割購入スプリッティットという分割購入方法を採用すると5000円さらにプラスアルファしてもらえますよというものでしたね。このストアクレジットに関しては大体ね、到着後2週間後ぐらいに付与されますよということで、なかなかこれが届かなかったんですけど、先日11月の末日にですね、ようやく僕のところにもストアクレジットが届きました。結果的にはですね、約1ヶ月後という感じですね。僕は分割プラス購入の分ということで、1万6000円分のスタークレジット無事にいただいておりますので、まあ、ここでね、簡単ですけど報告しておきたいと思います。分割購入については、まあ、これからね、定期的に引き落としされててもいいんですけど、端末の残り残額はずっとね、クレジットの上限枠から引かれ続けるので、僕は来月残額一括払いということで設定を変更しています。まあ、スプリッティット非常に簡単にこの辺も変更できるので、分割購入している方で、あまりクレジットの枠に影響を与えたくない方は変更しておくっていうのもおすすめです。はい、ということで本日の動画はこちらの Pixel 6が届いて1ヶ月経過したので、今僕がね、普段使ってみて率直に思っていることなんか、特に気になっていることを中心にお話をさせていただきました。冒頭にもちょっとお話ししたかもしれませんけど、これから Pixel 6を購入しようと思われている方、今検討されている方とかね、あとはすでにね、もう Pixel 6購入されていて、普段ここでいいなとかね、ここちょっといまいちなんだねとかって感じている方がいらっしゃって、自分と同じじゃんっていう風に共感してもらえるような点があれば嬉しいなーなんて思って今日の動画撮影してまいりました。 Pixel 6全般とか自分も使っててこうだよとかいうコメントがあれば、ぜひコメントなんかで教えていただけると嬉しいなと思います。いろいろ気になる点はあるけど、僕としてはしばらくはメイン機種の変更っていうのはこれからすることはないかなーなんていうことは思ったりしているところです。多分これのね、大きい点気になるって言いましたけど、これの同じような仕様で小型タイプが出たらもしかしたら買い替えるかもしれませんけどね。で、こちらの Pixel 6に関しては購入方法、Google ストアから購入する方法と、ソフトバンクショップとか au ショップで購入するという方法もあります。定価だけで言うと Google ストアの方がちょっと価格的には安くなってますけど、ここ最近ですね、量販店で au とかソフトバンクで Pixel 6を買うと、端末の割引っていうのがされるようになっていて、特にね、通信契約とセットで買うと5万円台ぐらいで買えるっていうような案件、さらに元々に安くなるとかっていう噂も出てるので、これから Pixel 6買おうかなって考えている方はちょっとね、情報を集めていただいて、ストアで買うのがお得なのか、携帯のショップキャリアで通信とセットで買うのがお得なのかとかね、いろいろ検討して選んでいただけるといいんじゃないかなと感じております。皆さんがね、自分の用途に合ったスマートフォンっていうのを入手できるといいなと思っておりますので、ぜひ皆さんにもね、いい契約っていうのを見つけていただきたいなと思っているところです。はい、というところで本日の動画は以上にしたいなと思います。ちょっと長めの動画になったかもしれませんが、ラジオ的な感じで聞いていただければ幸いかなと思います。そんなようなところで今日の内容がちょっとでも参考になったよとかいう方がいらっしゃいましたら、ぜひ評価ボタンとチャンネル登録していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。トンキでございました。さようなら。